パリ五輪第3日、フェンシング男子エペ決勝、28日、グランパレ。21年東京五輪団体金メダルの可能後期、ジャル、が、日本フェンシング界初の個人金メダリストに輝いた。決勝で地元のヤニック・ボレルを15対9で破り、フェンシングが国技のフランスで地元選手を倒し、新たな歴史を刻んだ。写真。 会場を訪れた大田さん後輩の快挙に感激。フェンシング個人で日本勢初のメダリスト、2008年北京五輪フルーレ個人銀メダルの大田祐希さんは、観客席で快挙を見守り、喉が壊れました。後期の勝利ですけど、日本の勝利でもある。すごい嬉しいです、と大喜びした。決勝は入場時からボレルに大歓声が送られた。完全アウェイをものともせず、 攻撃的な姿勢を貫いて可能は金メダルを獲得。後輩に、大田さんは、めっちゃかっこよくないですか地元の客も何も言えないぐらいで優勝してくれた。こんなかっこいい優勝ないっすね。最高、ずるい、かっこいい、と賛辞を送り、笑った。